深井駅は長崎県南島原市深井町馬場,場にあった島原鉄道島原鉄道線の駅である相対式ホーム2面2線を有する地上駅乗り場は南側が1番乗り場北側が2番乗り場となっておりそれぞれ和ズ方面諫早方面の列車が発着していた南側のホームの諫早方に接して駅舎が建てられており 線路を横断して二つのホームを結ぶ通路が駅舎の前から伸びている。駅舎内部にはトイレと待合所及び駅事務室がある。また北側のホームには小さな待合所が設置されている。業務委託駅。自動券売機の設置はなく、駅舎内の出発窓口で乗車券を手売りしていた。港が近い。駅の南側は市街地になっており、 南島原市立深井小学校番場文校、深井郵便局、JA 島原運善深井支店などがある。南島原市深井総合支所は、駅の東の国道を251号沿いに位置している。なお、駅の諫早方には217号踏切、和坂田には218号踏切が設けられている。営業最終年度である2007年度の、 年間乗車人員は65,689人、降車人員は68,753人であった。第56版長崎統計年間長崎県、島原鉄道100年市島原鉄道2008年141ページ、ありがとうございます。